この今までのかつてのこのカメラで撮った映像をちょっと見てほしいよね。山、いやそうなんですよ。あと号外100、300、100のインターバルあとエナジー君との追い込み。いやだからね、このカメラがもし世の中になかったら、森脇チャンネルは下手したらスタートできてない可能性もあるぐらい。なるほどね。やる気元気森脇チャンネルでございます。さあやってまいりましたが、さあ、うん、今日はですね、これそれなんです。それ見覚えあるでしょ、森脇さん、うん、まあ、いつもね僕が走ってる時にスタッフさんがこれ持って横でガーッと撮りますからね。もともとはね、その画面上で見て左手のカメラ、そっちが古い方で、実は新型が出たんですよ。これの、はい、何がどう違うの。それね、まあブレの具合も違いますし、はい、新しいやつはワイヤレスマイクが使えるようになってたり、僕ちょっとつけてますね、はい、映る範囲もすごく広角になっているという代物なんですよ。まあね、これね、森脇さんにはあんまり関係ないかもしれないですけど、我々ね、もうこのカメラおそらく日本で一番ぐらい使ってんちゃうかっていうぐらい、はいはいはい、もうとにかく走る撮影をしてると、もう森脇チャンネルにはもうこのカメラなくしては語れない、うん、でも GoPro とかいろんなものありますけど、はい、もうことブレないということに関しては、もうこのね DJI ポケットというカメラにかなうものはないと。これは何、普通に例えば上信電機さんとか、ああいうヨドバシカメラさんとかでも売ってんの。ヨドバシには売ってますね、結構大きい量販店には売ってるんですよ。ま、上信さんもある、はい、ビッグカメラとか、はい、そうですそうです、ね、そうです。でそれが新しくなったんで、まあ、ワイヤレスマイクもついて、結構ねそれを歩きながらレビューしてる人とか結構いてるんですけども、我々もいつもこの走ってる撮影、はい、まあ、ランナーに向けてだったりとか、まあ、走りながら撮りたい方、もしくは走ってる人を撮りたい方、いっぱいいてはると思うんです。まあ、そういう人たちに対してこのカメラがどんだけ効果的かと、わかりました、いうのをレビューしたいなと。はい、さあジョックですね。今森脇さんも当然走ってますし、はいはい、カメラマンも走った状態で2台つなげて持っています。まあゆっくりですね、このぐらいはもう、ね、でもそうか、いつもこれで例えば山行ったりとかね、ちょっとこの今までのかつてのこのカメラで撮った映像をちょっと見てほしいよね。山、いやそうなんです。あと号外100、300、100のインターバルあとエナジー君との追い込み、はい、それね、あとあれあの法輪寺、あ、階段、法輪寺もこれ、あれもこれでしょ。いやだからね、このカメラがもし世の中になかったら、森脇チャンネルは下手したらスタートできてない可能性もあるぐらい、やっぱね、もうブレて見れないんですよね。なかなか。でもこれを持ってしても、500、300はブレますけどね。あと階段。階段。でもあの山もよう取れとけどね。いや、山もブレてますよ。これじゃなかったらもう見てられへんぐらいの。いやだからほんまにこういう進歩でね。でもね、この小さいカメラやけども、はい、十分。いや十分ですよ、画面で見てても変じゃないもんね、酔わないもんね、はい、結構あの酔ったりするね。昔はそうでしたね。さあちょっと離れてもワイヤレスなんで、マイクも全然問題なく。さあどうでしょうね、これ編集見てみないと何とも分かんないですけど、森脇さんに喋ってもらうと。いやでもだいぶ離れてるけども、これでも市販のねえ電気屋さんでこういうの売ってるねんから、すごいな。さあワイヤレスの成果も。これ今までやったら声取れてないですからね、こっちやったら。前はちっちゃい方やったら取れてないんですよ、あんだけ離れると声張らないと。あ、いわゆるガンマイクみたいな感じだったんや。これ普通で考えたら何十万円にしそうな。ほんまそうですよ。しかもいわゆるプロ用ね、はい、それが今一般の方でも買えるんですよね。ちょっと旅行行ったってなって、これをこうやって撮ると本当ステディカムという、あの映画とかでしか使えなかったような、あんな絵が撮れるんですよ。すごいな。ちょっとペース上げます、上げてみますか、ちょっとブレないかな。ちょっとブレる？
まあそのやっぱねある程度上げるとブレるんはブレますけど結構早いですよ今。今日多分そんなブレてないと思います。はい。あとはこのカメラ新しくボタンが出てきたんですよ。そうだに。このボタンでこのカメラを自由に操作できる。操作って？ここで。そうやったらどうなの？ここで上向けたり下向けたりできる。今までそれができなかったんですよ。それがまた新たな機能です。もうめちゃめちゃいいおもちゃ手に入れたみたいな。これで大丈夫。これ大丈夫。はい、これで、うん、まあ3分45分までなら行きます。まあ1キロ。はい。はあ。いやカメラは結構きついですね。早いね、はい。これが大きいと大きいでカメラマン走れないですからね。太陽に向かっていきますか、夕焼けに向かって。はい。ペース上げる感じですね。行きましょう、レディー、ゴー。さあダッシュに近いペースですよ。これでブレはどうでしょうかね。夕日に向かって。さあ頑張る、夕日に向かって、はい、影まで、影まで、はい、はい、OK。 さあそれではどんな仕上がりになってるかですね。ぜひ皆さんね、これ参考にして、こういうカメラ欲しかったんっていう人はこの森脇チャンネルでも使っているDJI ポケット2というカメラ、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。